どこ行っちゃう。荷物を運んでいるので、まあ、今でもその習慣があります。なので、まあ、首が太くて短いと言われてます。この周りで約1万人から3万人ぐらいの人が生活していたと言われています。で東側は海になっているので、まあ、一番高いところで高さ12メートルの崖です。で、そのクルムっていう名前なんですけども、これマヤ語になります。どういう意味かというと、城壁という意味があります。まあ、城壁で囲われているので、まあ、クルムという言われるようになります。で、城壁ができる前まではサマというふうに呼ばれてました。サマもマヤ語になるんですけども、どういう意味かというと、日が昇るとか、夜が明けるとかっていう意味です。一番東側に面している石碑なので、まあ、一番早く朝が来るので、まあ、夜が明けるとかっていう意味です。で、この遺跡なんですけども、マヤ文明が始まったのが紀元前3113年8月13日です。で、大体終わりの方は、大体マヤ文明が滅んだのは大体1500年から600年ぐらいだと言われてます。で、この遺跡は1100年から1500年ぐらいに栄えた遺跡になります。マヤの中では一番新しい遺跡です。日本でいうと平安時代から鎌倉時代にかけてです。で、スペインの人たちが最初にマヤの遺跡を見たのもこのトゥルムが一番最初だと言われてます。Thank you.
nice. 比較してる？Patrz, co na górze jest. That's my friend. Hello.